時事通信の本日の12月15日の記事ですね。辺野古陸地化3割完了、諦め払拭に危機懸命、土砂投入着手から3年っていうことで、でこちらタイトルにも3割ですよって書いてあるように、この赤い部分上の方ですね、埋め立て予定海域の3割弱の陸地化が完了しましたよってなっていて、でですね、この下側、埋め立て海域は全体で152ヘクタール、政府は2018年12月に土砂投入を始め、辺野古ですね、西側の部分40ヘクタールの陸地化を終えた、土砂投入量は10月末に計画の約8%に達したって感じに書かれてるんですね。これ見ると、なんか3割と8%っていう言葉が2つ時事通信さんには出てくるんですね。で、ちょっとこれはあくまでピックアップしたんですけども、この朝日新聞さんの14日版ですね、昨日の。今年4月末に南側の陸地化が完了、10月末時点で必要な土砂量2062万平方メートルの8.1%を投入したってことで書いてあるんですね。で、沖縄タイムさんも似たようなことで、まあ、10月末時点で168万平方メートル、ここは一緒なんですけども、土砂軟弱地盤改良のために県に提出した埋め立ての変更承認申請に記載されていた埋め立てに必要な土砂量2020万立方メートルの約8%、まあ、ちょっと微妙に量が違うんですよ。で、まあ、読売新聞さんはちょっと猶予記事だったので細かいところは見れなかったんですけども、タイトルを見ると、土砂投入3年、辺野古陸地化完了3割、軟弱地盤完了改良、国と県対立続くというふうに書かれていて、タイトルで3割ですよって指しているところと、タイトルにも3割とかいう言葉も記事の中にもなくて、この8%ですよっていう書き方してる記事もあったっていうところです。で、琉球新報さんは残念ながら今回探してみたんですけども、探した範囲ではちょっと見つからなかったですね。はい。一応埋め立てが進んで、まあ3年経ってるんですよね。はい。3年経ってて、たったの8%かって、まあ思う方も多いとは思うんですけど、だけどこの3割進んでるっていうことは、まあ、ものの考え方によっては1年に1割進んでるっていう感じですよね。はい。まあ、これだけ反対派の妨害も受けながら、これだけやっぱ工事を進ませてるっていうのもありますからね。で、ここでやっぱり諦めれって言ったら、また普天間基地がなと何十年残るかわからないですよね。まあ、っていうのもあるし、やはりこのやっぱり抑止力が今だから、アメリカもちょっとこのどんどんちょっと、まあ、下がってきてるっていうイメージが強いじゃないですか。その中で中国がどんどん軍事が上がってきて、中国なんか本当にイケイケムードになってる中で、この辺野古を反対して普天間の基地を国外に移設してしまった場合は、もうこれこそまさにアウトじゃないのかなっていう。もう米軍ももう今の状態だから抑えきれるけど、もうこっち普天間移設してしまったら、もうお手上げですってなったら、もう終わりですよね。まあ、戦力が下がるんじゃないそうかっでてすことですね。よね、言いたいのだは。から、まあ、玉城デニー知事たちは平和的な解決っていうけど、中国に明け渡して、はい、誰も死にませんでした、平和的な解決しましたって言いかねないですよね。なんかごまかしてですね、まあ、それがちょっと怖いところでありますね。で、僕はこの3年で3割っていうのを聞いて、単純な計算ですよ。先ほど下木さん言ってくれたように、3年間で3割ってことは1年1割、もしかして7年後に終わるのかなって一瞬思ったけども、よくよく考えてみたら、塗装といいますか、道路を、ね、きれいにしたりとかいろいろあるので、そういうの考えたら、あ、7年で終わらんかって 改めて思って。まあ、飛行場とかもちゃんと建物とかも作らないといけないですよ。格納庫とかもですね。なんか単純に7年で埋め立て終わるんじゃないかなって一瞬、ね、勘違いしちゃうような書き方だなとも思った部分があって、で今回3割って言葉と8%っていう2つの言葉出てきたじゃないですか。これどういう違いがあるのかなっていうところ、ちょっと解説してもらっていいですか。わかりました。はい、皆様。
徴ですね。この今回ですね、こうちょっと、まあ イメージ図ではあるんですけど、うん、この面積、この陸であって、これ海ですよね。海で埋め立てが完了してるのが、上から見たらまあ3割の面積は埋め立てが完了してるんですよ。だけどやっぱり浅いところからやっぱり埋めていくから、どうしても土砂としては 8% なんですよね。だけどこれ土砂埋めて、やっぱ工事いろいろやっぱ工事しますからね。まあ 8% っていうことで、これをまあ、沖縄の新聞はあくまでもこの3割っていうことは出してないんですよ。調べたんですけど3割は出してなくて、まあ、8% だけをやっぱ強調してる状態で、3割を出してるのは今現時点ではこの時事通信と読売新聞ですね。で 8% をまた強調してる。時事通信はですね、3割と 8% 2つ出してるんですよね。まあ、両論兵器っていうんですかね、それを。で朝日新聞はですね、8% を出してるんですよ。まあ、やっぱり、まあ、似たような同じ思想の新聞ってことでもありますからね。沖縄タイムスも 8% だけだからですね、次のやっぱり名護市長選挙ではこの 8% しか埋まってませんよ、こんだけやっても 8% ですよ、あとどれだけかかるんですかって言って、まあ、沖縄県民をですね、この憂鬱感を与えるようなこの選挙戦に持っていくのではないかと思われますね。はい。で一応やっぱりこのそうですね、あと残りじゃ 92% が埋まってないってことにもなってますけど、どんどんやっぱり土砂のですね埋め立てっていうのは毎日まあ進んでるわけですからね、まあ、まあ正確な数字は分からないですけど、まあ、どんどん埋まっていってることはまあ事実ではありますよね。で軟弱地盤がまあこの辺にあるんじゃないかって言われてますけど、まあ、軟弱地盤はまた玉城知事がまあこの軟弱地盤が見つかったから、まあ、このなんか杭でした、これを打つためにまた設計変更が必要ということで、まあ、国がそれを容認してくれっていうことを言ってるけど、玉城知事がいやこれはできませんっていうことで言っているのが今のまあニュースで報道されているのですよね。はい、なりますね。一応はまあこういう感じで、まあ皆様どういった考え方を持つか分からないですけど、まあ上から見たらまあ 3% は3割は終わってるということでではありますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、やはり軟弱地盤の関係で裁判がずっと行われているので、まあ、その後、ね、停滞する可能性も、まあ、なくもないのかなとは思う部分もありますが、まあ、可能な限りどんどん進めていったら、思ったら、ね、早く進むかもしれませんし、そこはちょっと難しいのかなとは思いつつ、また軟弱地盤の改良をの申請を却下するっておかしな話だよなっては思いますね。ちゃんと安全に作ってくれって言いながら、安全に作ろうとしたらダメですっていうのは、ちょっとうんとは思います。そうですよね。まあ、安全性を考えた上でやってますからね。うん、でそもそもまあ、ね、申請した初めの時期はまあこれも分からなかった部分もあったりとか、まあ、分かってたのかちょっと私たちでは判断はつきませんけども、まあね、いろいろ思うところあるのかなとは思いつつも、まあ、この辺野古っていう問題をずっとね、県民、一県民として見てると、いつまでやってんだよって気持ちと、うん、なんだろう、この自然は壊したくないって気持ちも分からなくもないけれども、なんでなのかって、そこまでは考えないといけないよねとか、いろいろなんか複雑な思いを持ってる人ってやっぱ多くいらっしゃると思うんですよ。みんながみんな、ね、埋め立て反対ではないと思うんですよ。でも埋め立てるんだったらこうしてねとか、条件付きっていうのはたくさんいるんじゃないかなとは思います。そうです。一応だけどやっぱり見方によったらですね、まあこのあとどれぐらいですか、 7割はまた埋まってないってことで、うん、仕事雇用もあるってことじゃないですか。仕事もあるってことじゃないですか、この仕事に立ち触ってる方々は、うん、だからその辺をやっぱり 見た私は見ますね。仕事もあるし、でやっぱりこれだけやっぱ妨害を受けながらもやっぱ確実に進んでいってますから、うん、まあ、妨害がなかったらもっと早く進むのではないかとは思いますけどね。はい、どうします、妨害が終わった途端一気にガーってすごい面白いですけどね。そうですね、1年で1割や2割3割進むようになったりしたらすごいですけどね。はい、まあ、新聞の見方をまあどう捉えるかではありますよね。うん、で一番やはりですね、
まあ、怖いのがやっぱテレビがもう同じように 8% って報じてると思いますので、なおらしいじゃないですか、自分は見てないから聞いた話なんですけど、テレビが 8% ってやっぱり報じてる以上は、やっぱりテレビの力って沖縄県強いんですよ。そうですね。だからその辺がちょっと危うくなってくるのではないかとは思いますね、はい、選挙戦ですね。